湖南女子学院は中国湖南省庁差し受け区に本部を置く中国の公立大学である1985年に設置された2018年10月時点では学校の面積は577世建築面積は20万平方メートル生徒数約9044人教職員651人特効労を湖南女子学院の起源は 1985年に、湖南省政府が設立した湖南女子職業、大学、名誉学長は、大手るみ。2010年、名称を湖南女子学院に変更。2013年、家政学設置。表演道。学院も、慶も、日本の大学の学部に、ほぼ相当する。学部は、学院と慶の上の編成で、実態はなく、日本の、 学部とは位置づけが異なっている。病役がないのでそのまま記す。コナン女子学院図書館、蔵書数は全館合計で約104万冊反動。コナン女子学院館助。コナン女子学院。 http://www.hnwu.edu.cn/html/781/2020 年2月19日閲覧。湖南女子学院、火星専業本火星なりさ、通るほぼ h t t p h u n a n v o c c o m cn、アーティクル、20万1310。 20K1310 兆2610億4105万 8582HTML2018 年6月18日、閲覧、ありがとうございます。